ということで、弊社神城エンタープライズとナイルコープとの間に不正な企業買収があったことが分かっちゃったんです。上の許可を得ずに下の悪い子ちゃんたちが勝手にやった昔昔の話ではあるものの、はなはだ遺憾なことであり、当然許されるべきことではありません。だから部長に課長に平社員、出入りのお弁当屋さんに至るまで、悪事にほんの少しでも関係していた人たちはみんなやめてもらっちゃいました。 Wow。 そしてこれからは私が CEO として直接会社を運営していくことにしたんです。今までの組織をまるまるっと変えちゃって、私がダイレクトに会社を指揮する仕組みにしちゃいます。スピーディーな意思決定でお客様が求める新しいサービスをどんどん生み出していけるようにしていきます。実は今日早速その第一弾として、 She looks madJust look at her, that grunt face. とっておきの大プロジェクトを発表しちゃおうかと思ってるんです。それは、今や皆様の生活の基盤ともいえる弊社の基幹サービス、エデンの大幅アップデートです。今回のアップデートで、ことやこんなことができるようになっちゃうんですけど、 This tells me nothing. 詳細はまだ秘密。でもでもエデンアップデートをいち早く体験できる体験会を開催しちゃおうかと思ってるんです。絶対神聖神城の誠意、そして新しいエデンの可能性を直接体験してくださいね。Well then。 やられたよ。ええ、敵も去るもの、見事に先手を打たれましたね。お前さんが手に入れてくれた調査資料をもとに神城の強制捜査に踏み切ろうとした矢先だ。神城側からこの件に関するリークがあったんだ。内部告発という形でな。つまりこちらが追及する前に向こうから罪を告白したということさ。うちの上層部はまんまと乗せられて、あらかじめ用意されていた証拠の押収とスケープゴートの逮捕で事件を幕引きにしまった。推測の息は出ないが、内部告発自体岸辺の指示によるものだろう。そしてこの会見も奴の巧妙な作戦の一部ってわけだ。マスコミに報道されて後手後手で謝罪や釈明に回るより、自分たちから発表した方がはるかに印象がいいだろう。しかも新 CEO の就任とエデン大幅アップデートの発表を同時にやるとは、世間の目を分散させるいい手だ。まさに岸辺劇場だよ。相手はやはりなかなかのやり手だな。逆転の一手は岸辺と例のハッカーたち、デモンズとのつながりを証明する物的証拠の確保ですね。だがデモンズに所属するハッカーたちのアカウントは消されてしまっている状態でな。
現実世界での特定は難しいだろう。そうでしたか。京ちゃん、すまなかったな。せっかくつかみかけた上城の尻尾をミスミス。いえ、あの件に関しては焦って動いても結果は同じだったかもしれません。まったく、人が真面目に話しているときに、せめてもう少し緊張感のある着信音にだな。お、白峰ノキアからの呼び出しか。我々のことは気にせず行ってくるといい。ウサギを見て犬を放つという言葉があるだろ。今は打つ手がない。相手の出方を待ってみるのも一つの作戦だ。Okay, bye. また女子くんの能力に頼るしかないな。まったくあの子は京ちゃんの親父さんが与えてくれた天の助けってやつかもしれん。でも少し急いだ方がいいかもしれません。ん？あの体をいつまでも維持できる保証はないですし、もしも上城が病院にいるあの子の本体に気づいたら。ただじゃ済まさないか。あるいは、ん、ひょっとしたらあえて泳がせているのかもしれません。とっくに気がついているのにね。デジモンを利用するハッカーたちをこれ以上ほっとけないっての。あ、遅いよ。君はもういっつも遅い。 It's like I have a job. そんでほっとけないからなんだってんだよ。決まってるじゃない。デジモンたちを助けるためにハッカーたちをやっつけるの。おいおい、ずいぶんと鼻息が荒いな。この前フェイに負けた時から私の力が足りてないってことはちゃんと分かってる。だから私、悪いハッカーたちに対抗するためにテイマー集団を結成しようって思ってるの。テイマー集団？二人ともジュードっていうハッカーチームのこと知ってる？ジュード、ちょっと前に活躍したハッカーチームのことだよな。ジューダのメンバーはハッカーなのに、普通のユーザーやデジモンを困らせるような悪いことは絶対にしなかったんだって。だからジューダの元メンバーとか同じ考えを持ってるハッカーを集めて強力なチームを作るの。その名もリベリオンズ。悪いハッカーからデジモンとエデンを守るチームだよ。どうどう、すっごくいいアイディアでしょ。ネーミングも MI と思わない？ No。 もちろんリーダーはあなただよ。っていうか、あなたしかいない。ああ What？ だってあなた、優秀なハッカーだもんね。クーロンでウニョウニョに襲われた時も助けてくれたし。 I would have thought you would have became the leader, Nokia。What the hell are you gonna do? はい、決まり。チーム名はリベリオンズでいい？それかデジモンヘルパーズ、略してデジヘルでも。断る。え？断る？なんでなんで？どうしてどうして？あ、ひょっとしてリーダーっていうのが不満？なんならボスでもキャプテンでも監督でも親方でも、あなたの好きなように。オタクのごっこ遊びに付き合ってる暇はねえんだ。ごっこ遊び？
俺はあのイカれた病気の原因を探るのに忙しい。勝手にやってろ。おい、オタクもこんな奴に付き合ってる場合か。ちょっと話があるんだ。後で新宿に来てくれ。待ってるぜ。何言われ、感じ悪い。いいもん、仲間になってくれなくったって勝手にやるもんね。え、うん、なあ、あんた上白優子。 Why are you just creeping around? あいつから話は聞いてるぜ。何してんだよこんなとこで。京子さんに教えてもらったんです、あの人がここにいるって。ああ、あいつに用ってわけな。あいつはこの中だ。うぜえのも一緒だけど。さっきは真剣な顔して何見てたんだ。あ、いえ。おお、腹減ってんの。そんじゃまたな。 Just feed her, damn it. はやったっつー。なんなのよあのフード男。あいつ自分のことかっこいいとでも思ってるのかな。ニヒルな俺、クールな俺、超イケてるみたいな。まあいいわ。こうなったら、こうなったら、こうなったら、私がリーダーやっちゃうんだから。 There we go。 ちょ、何よその盛大な驚きと疑問は。君、メンバー集め手伝ってよね。何よ何よその超大な沈黙と戸惑いは。嫌なの、嫌なんですか。ものすごく先行き不安って感じじゃない。心配ご無用、あてはちゃんとあるんだから。私、ザクソンの優吾なら少しは話を分かってくれるんじゃないかって思うんだよね。なるようになる、なさねばならぬ何事も。ならぬは人のなさぬなりけーり。まずはユーゴから勧誘してみよう。あ、ベイっていうのは NG ね。だってあいつ変態っぽいじゃん。あの喋り方とかあの格好とか、あいつは絶対変態だよ。へ、うん、変態。え、あれ、君の友達？取り込み中みたいですね。出直してきます。別に取り込んでないし、変態で取り込むとかないし。あれ、え、あなたひょっとして上白優子さん、あの上白エンタープライズの。あ、はい。うわー、君本当に友達だったんだ。いえ、別に友達。じゃあ、ひょっとしてひょっとして、私たちも友達ってこと？え？そうだよね。友達の友達は友達って、ずっと昔から世の中の摂理だもんね。え、ま、あたし、白峰ノキア。ノキアって呼んでいいよ。あ、キノでもいいけど。あ、これ、小学校時代からの呼び名。あの、あなたのことはユーコッチでいい？あ、ユコリンとかでも超かわいいかも。で、出直してきます。ユーコッチ、まったね。それにしても君ってキャラ薄いのに人間関係結構濃いめだよね。
かくクーロン行ってユーゴを探そう。え、一度事務所に戻って行き先を。了解。じゃあクーロンで待ち合わせね。前の集合場所で。急い。おや、早かったじゃないか。友人からのお呼び出しはもういいのか。リベリオンズ。友達の友達は友達。何を言ってるのかさっぱりわからないが、君もなかなか面倒に巻き込まれやすいタイプのようだな。ん？又吉刑事はどうしたのかって？ついさっき帰ったところだよ。今は相手の動きを待つべき時だ。君もしばらくは自由に行動してくれていい。こんな時は友達を助けてあげるのも、何がどう巡り巡って明日の自分のためになるかわからない。ほら、情けは人のためならずと言うだろ。ん？情けは人のためならず。使いどころが違うんじゃないかって？そう思うのなら正しい意味を自分で調べてみたまえ。That lasted forever. Okay, did you know this island has a railway? I just, yeah, yeah. So there's crap to do. that's the best way I can put it. Is there something I can do on this board? No? Shoot. I gotta end the video. Give me 1 second. I'll start this up again. Alright, now I got a new session started. Let's check my Digiline. I got a message or two.Alright, so, let's get the Kowloon one out the way. Get a memory up soonish. It's getting to the point to where I can't carry too much more on my team. And she's probably gonna say I'm late. Of course. Of course.それってどういう意味？ねえ、ノキア、ナンパって何？ああ、ナンパっていうのはね、私のエロカワボディを狙って愚かなオスどもが繰り広げる禁断の果実的な祭典なの。なんだかよくわかんないけど怖そうだね。そう、怖いの。ただし、イケメンにだけは許されるの。君は何を言っているんだ？ユーゴ！こんなところでいきなり会うなんて超偶然、超ラッキー！この偶然、ちょっと運命とか感じちゃうな、私。ちょうどあなたに話したいことがあったから。
君の主張は理解した。うん、確かに最近のザクソンは結束が緩んでいる。うんうん、他のチームのハッカーたちにも目に余る行動をする者が目立つ。うんうんうん、だが力に力で対抗しても余計な混乱を生むだけだとは思わないか。このクーロンでもう一度ハッカーたちをまとめ直し、エデンにかつての秩序を復活させる。その役目を果たすのは君じゃない、僕だ。ちょっと待ちなさいよ。何よ何よ何よ、どいつもこいつも全く私にだってやれるっつーのねえ。Gotta believe. This is the pits indeed. クーロンにいるハッカーたちを手当たり次第に勧誘するの。仲間をめちゃめちゃたくさん集めて、あいつらのことを見返してやるんだから。おお、この私にアッキーノさんに続け。Well then. Yes. You know what? I've had some Digimon in the lab for so long, especially in the farms. I have no idea if they can digivolve, if they maxed out, or what. So I'm actually going to spend some time in the Digilab. If anything of interest happens, I'll leave it in. If not, you're not gonna see it, okay?Deuces. Yep. All right, let's go to Zaxxon. Let me arrange my Digimon, actually.Who haven't I used in a while? Oops. Let's just switch you and you. There's one.You gave the good explanation. Anyway, is there anyone else? I guess that's everyone. All right, let's head on over to the other form.Oh, there are actually people here now. Oh! Again already? Dang. Sure.
Let me connect my controller. Oh, Kabuterimon and... what are you again? Your Datamon. Oh, she's actually fighting with us. To charge my controller? Nano Machine Break 3, yes. I should have went to settings. Oh well. Yeah, this is it. There we go. That went well. But let's customize that. What about two? Oh, okay. You must be the friend. I guess. Is that it? Oh, cool. I don't know why I found that funny. どうした？そんなに驚いた顔をして。また幽霊だとでも思ったのか？ So you're aware that you show up as a ghost? もし、もしも彼女が本当に悪いハッカーたちと戦うことになったら、ま、純粋にデジモンを助けようとする彼女を危険な目に遭わせるのは忍びない。それにこれ以上このエデンで犠牲者を出したくないんだ。また会おう。I'm so confused as to whether you're evil, good, selfish. All right, let's go to Arata. When did my mom start thinking she wanted to be a journalist? Alright, let's go meet up with Arata. In Shinjuku?